作刊学院収集期限定講座パッケージの授業講師の作刊です。今回紹介するのは1992年にキャラクターソフトがファミリーコンピュータ向けに発売したサンリオカップポンポンバレーです。で、まあこんな感じのね表記ですね。 FF マークがあって、で、ロゴがあって、まあ、ここもロゴですかね。あ、だからサンリオカップポンポンバレーっていうのと、上にサンリオカップポンポンバレーっていう表記がありますね。で、裏面。で、表面から見ていくと、まあ、キティちゃんとかね、前、ターボーとかね、まあ、いろんなキャラがいて、で、まあ、サンリオカップポンポンバレーって、まあ、ロゴが下に書いてあって、上の方は FF マークがあって、あとは、フレー、フレーっていう応援でしょうね。この、ギザギザギザってとこの中に、フレー、フレーって書いてあるね。まあ、誰かと思わず、まあ、誰かが応援してるということでしょうね。で、ここになんか、ナレーター解説説みたいなのがあって、ここに一応アナウンサー矢印って書いてるんで、彼らがアナウンサーなんで、なんか一番多分、サンリオキャラの中で僕これ知らないって感じのキャラがアナウンサーをやってるそうです。はい。で、まあボールを使ってる競技だなっていうのは、まあ、ポンポンバレーってあってねボールがあるからわかるんですけど、まあなんとなくなんかモヤっとしてますよね、そのポンポンバレーの内容が。ということで裏面を見ると、で、画面写真が3点あって説明文があると。で、サンリオカップ開催っていうね、まあ、サンリオのキャラクターが出てるから、まあ、サンリオカップいいでしょう、それで。うん。で、キティちゃん、ケロッピー、ターボー、ポチャッコが参加する大運動会だよ。必殺技だって出てくるんだ。さあ、勝利は誰の手にってことで、まあ、要するに、キティちゃんと、ターボーと、ケロッピーと、ポチャッコっていう、構成で4人が戦うゲームということになりますね。で、まあ画面写真3点あって、一番左端はこのナレーターさんがいるんで、まあ彼らがいるんで単なる演出画面で、真ん中は4人がそれぞれの、まあ、コートに入ってるんで、あ、こういうゲームなんだなって分かるよね、絵柄になってる。で、一番端っこはなんかドッジボールっぽいようなね、コートの中で1対1で、1対 1? まあ2対2か。で戦うようなものになってるんで、まあ2種類のなんかモードがあるっぽいなっていう感じが分かって、ああ、ポンポンバレーってなんかこんな感じなんだなって、ぼんやり分かるような感じになっています。以上、作刊でした。